梅ちゃん先生は2012年上半期に NHK の総合テレビジョンと BS プレミアムで放送された連続テレビ小説第86シリーズの作品。本校では本編終了後に続編スペシャルドラマとして制作された梅ちゃん先生結婚できない男と女スペシャルについても触れる。NHK が2011年6月29日に記者発表して 尾崎雅也の書き下ろしによるオリジナルストーリーで同年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の復興支援プロジェクトの一環として位置づけられた同年11月14日同震災では市役所が全開するなど津波より地震や液状化による被害の方が大きかった茨城県高萩市にてクランクインした第二次世界大戦末期の空襲により 焦土となった東京都鎌田区を物語の出発点とし、三人兄弟の末っ子、下村梅子が、学生改革前の旧生医学専門学校である、城南女子医学専門学校に進学、様々な経験を経た後に、町医者となり、地域の人たちと支え合いながら戦後占領期から高度、経済成長期を生きていくという物語である。なお、ヒロインのモデルは実在しないものの、 ヒロインと同年代に入学した鎌大使会の女医たちの当時の実体験が台本作りに反映されている。また、ヒロインが通う城南女子医学専門学校を描く上で、東方大学医学部医学科の前身、帝国女子医学薬学専門学校の資料を参考にしている。主演は堀北末期でオーディションを経ずに起用された。また、 堀北以外のキャストについても9月13日の記者発表で明らかになった。本作から BS プレミアムでの再放送の開始時刻が18時45分から23時に変更された。また NHK とっておきサンデーでの週刊ダイジェスト版は23分から20分に変更され BS プレミアムでも20分版のダイジェストが毎週土曜日18時45分から 先行放送されている。なお日曜夕方のダイジェスト5分版の変更はなし。前作のカーネーションでは映画フィルム調の画質や撮影カメラによる演出で独特なセピア調の映像が使用されたが、本作では再び通常画質の映像となっている。また、ナレーションは過去の2作ともそれぞれ主人公が兼任していたが、本作では 鉄板以来3作ぶりに専属でナレーションが起用された。一方、戦時中の軍事関連工場や終戦当時の東京の街、福音兵が降り立つ品川駅ホームなど、当時の歴史的情景の場面に、梅子たち出演者があたかもその場面にいるかのような映画フィルム画像の特殊効果撮影がしばしば登用されている。これは NHK の連続テレビ小説では初めて。 取り入れられた映像表現効果である。2012年8月11日には当番組の続編としてスペシャルドラマ、梅ちゃん先生結婚できない男と女スペシャルの制作が決定した。同年10月13日と10月20日に NHKBS プレミアムにて放送された。2012年8月24日、NHK 放送センターのスタジオでクランクアップした。 昭和20年、戦争で焦土となった、蒲田のバラックに、家族6人で暮らしている、高等女学生の梅子は、優秀な姉と兄とは違い、勉強は苦手でいつも、失敗ばかりし、劣等感を抱いていた。ある日、医者としての父親の勇士を目の当たりにし、自身も医者を目指す。努力を重ね、医学専門学校へ進学し、インターンを経て、医師免許取得後、 大学病院に就職。医局同士の派閥争いや出世争いに翻弄されながらも、臨床と論文作成に励むが、医師不足に悩む地元の人々の現状を知り、さらにはアルバイト先の開業員の言動に影響を受け、大学病院を退職しかまたの町医者になる。そこでは、週末医療、家庭内服は医療費の回収問題、家事育児と仕事との両立。 総合病院との競合を、通ったといった様々な難題と直面する。一方、医学専門学校時代に出会った男子学生と交際を始め、不器用な恋愛ながらも結婚を意識するまでに至るが、診療所の開業医となった自身と、大学病院の勤務医となった彼との価値観の相違と、彼の留学により関係は解消する。その後、啓示の後押しを受けて、 隣に住む幼馴染と結婚、出産し、二児の母となる。また、遺言に満ちた父親をめぐる、家族関係も時の移り変わりと共に変化し、わだかまりも修復してゆく。これらの経験を経て梅子は、か弱く頼りのない一人の上学生から、町の人々に頼られる立派な一医師に成長していく。東京の鎌田に住居を構える。下村家の隣に住む。 ネジ工場である安岡製作所を営んでいたが空襲により消失終戦後高吉の地道な努力で事業を再開した下村家の近所で食堂食事どころ三上を営む武雄の経営するフロンティア貿易のあるビルの抱えで開業を、診療していたが坂田の死去に伴い閉業した梅の花をあしらったアニメーション実写の梅子が 白衣の姿になって聴診器を当てる。その後舞台となる東京の下町のクレーアニメーションがジオラマモデル風に描かれ、梅子をイメージした女医のクレーモデルが様々な場面の町の人々と挨拶をして回る。そして、菓子店の工事を出るところで、目の前をエンジンを吹かして排気ガスを勢いよく吐き出し飛び上がりながら通り過ぎる王と三輪に驚いて転び、 最後にクレーモデルとオーバーラップしながら、実写に戻り、梅子が振り向く。細かい構成は曜日ごとに変えており、月曜が春、火曜、水曜が夏、木曜、金曜が秋、土曜が冬を中心にしている。ジオラマの縮尺は25分の1で、制作は山本高木。作品は昭和元風景に収録されている。全放送日で、全4作と同じく。 アバンタイトルを数十秒程度流してからオープニングとなる。2012年7月2日放送会より主題歌、逆さまの空の2番の歌詞が放送されるようになった。2012年9月29日放送の最終回ではオープニングのタイトルバックはなく本編終盤のエピローグとともに主題歌のフルコーラスとクレジットが流れた。女性意師が題材であるため、 我が町の梅ちゃん先生とのタイトルで一般公募の現役女性医師の写真で綴っていく。ちなみに最終回は安岡梅子だった。左下には登場人物がデフォルメされたキャラクターのアニメーションが現れる。2014年9月29日から2015年4月4日、月曜日から土曜日午前7時15分午前7時30分、BS プレミアムにて、 下村委員開業から最終回までをまとめたもの。2012年10月13日、10月20日に続編としてスペシャルドラマ、梅ちゃん先生結婚できない男と女スペシャルを BS プレミアムにて2回シリーズで放送。スペシャル版では本編終了から4ヶ月後の蒲田を舞台とし、梅子の夫、信夫の浮気疑惑や大学病院の友人、 弥生いや枕の恋の行方などを描く。レギュラー出演者のほか、新たに、ウスター・サミ、小林良子らが出演。梅屋敷駅上り高架ホームにて、番組放送期間中に番組ポスターなどを装飾。また、列車接近メロディに、主題歌、逆さまの空を使用。京急本線、栗浜線で、4月9日から9月下旬まで梅ちゃん、先生のポスターをあしらった。 ラッピング電車を運行。ありがとうございます。